職業への影響。マイナンバー制度で全国の花火師が続々と廃業。国民一人一人に割り当てられるマイナンバー、社会保障税番号、制度が今年1月から導入され、勤め先などでマイナンバーの提出を求められた方も多いのではないだろうか。副業がバレる恐れがあり、ホステスや風俗嬢などが減ってしまうのではないかとの危惧もあるが、意外な業種にも影響している。なんと全国の花火師が続々と廃業しているというのだ。このままでは日本の夜空を彩ってきた文化が衰退しかねない状況だ。40代男性 A さんは、昨年いっぱいで十数年働いた花火師の仕事を辞めることにした。マイナンバーが原因だ。俺のように足を洗う花火師が続出している、と話す。民の声に続く。